は、こんにちは、はるけです。今回はディフェンダー限定コスパベスト11になります。個人的におすすめができるコスパ選手たちの紹介になってます。今回はですね、ディフェンダー限定ということで、ディフェンダーの選手でですね、安くて強い11名を紹介していきたいと思います。じゃあそれでは紹介をしていきます。まずはですね、金のグバルディオルですね。まあ、グバに関しては値段3000コインぐらいかな。で、買うことができますね。まあ、自分も当たってから72試合ね、使ってるというふうなことで、まあ、相当お世話に、ね、なってますね。今は、まあ、あんまり使ってはないんですけれども、まあ、それでも普通に強いディフェンダーの選手かなと思いますね。割と頑張ってくれてました。で、やっぱりブロックのプラスが特にありがたいかなってのは思いますね。うん、まあこれで多くのシュートをブロックしてくれましたし、ただブロックのプラスついてるけど、むちゃくちゃメタ、ファンダイクとかサリバとかほどじゃないんで、まあそれでもすり抜けちゃうとかはあるんですけど、まあビルドアップもね、できるし、万能なセンターバック、また LB、サイドバックっていう風なことで3000はね、うん、安いなと思いますね。で、そして続いてはキム・ミンジェですね。キム・ミンジェ値段は900コインぐらいかな。かなり安くで買うことできますね。まあ自分も少し使ってはいるんですけれども、うん、まだやれるなっていう風な選手になりますね。一つ注意すべきところでいくと、やっぱまあ冷静さですかね。うん、まあ冷静さの低さの影響かどうかはわからないんですけど、取った後すぐ取り返されるような気がしますね、他の選手と比べると。うん、まあですけどフィジカルも強いし、ちゃんとこうゴリッとね取り切ってくれる瞬間はあるし、まあ1000コイン以下だったら普通にありかなと、うん、思いますね。ケミは少し難しいですけど、バイエルンとかブンデスで使ってる方はおすすめになってますね。で、そして続いてはシュロッターベックですね。シュロッターベック値段は8000コインぐらいで使うことできますね。逆足には、まあ残念ではありますけれども、基本的に普通に能力もね高くって、フィジカルもそれなりにあって、空中戦もまあ強いよっていう風な感じですかね。全然悪くはないですし、まあプレイスタイル見てもですね、予測とかブロックついてるのありがたいし、まあスライディングのプラスがね、何かこうブルーだとかインターセプトとかだったらよかったなっていうのは思います。まあこちらもロングパスねついていて、ビルドアップ面はある程度できますので、普通にコスパ選手として、うん、優秀になりますね。で、そして続いてはウパメカノですね。ウパメカノ値段は7500コインぐらいかな。で、買うことができますね。まあ、この人も普通に強いなっていう。特にペースが速いですかね。後ろから追いつく。それこそ、まあ、試合中にね、何回かあったんですけど、あ、これウパやったら全然追いつけるなっていうので追いついていってくれてね、横からゴリッとね、取ってくれたシーンがね、あったんで、そこのこう、スピード面に関しては、全然安心をしていい選手にはなりますね。で、あとはですね、守備能力もね、高いというか、うん、この能力以上にしっかりこう取ってくれるし、あとはフィジカルがね、強いっていうのもいいポイントになりますね。で、レーザーもちょっと欲しいですけど、キム・ミンジェほどね、低くはないんで、まあ、ある程度は、つなぐっていうことができる選手にはなってますね。こちらもね、1万以下でこのクオリティだったら普通にありですね。で、そして続いてはヌーノメンデスですね。ヌーノメンデス値段はですね、4000コインぐらいかな。で、買うことできますね。まあ、非常に安くなってるんですけど、ペースがやっぱり速いっていうのは、うん、非常にサイドワークとしては重要になりますし、うん、全然遅くないですね。速いですね。で、上がっていった時にもその速さっていうのはね、しっかり活かすことができますし、まあドリブルもある程度は持てるっていう風な選手になってますね。で、守備能力、フィジカル能力は低いですけど、まあこれ以上にはね、頑張ってね、守備はしてくれましたし、全然ええなと。うん。ただやっぱり、まあもちろんこの人もね、むっちゃメタっていうほどではないので、まあコスパやなーみたいなね、時はあるんですけれども、4000コインはちょっと安いかなってのは思いますね。で、そして続いてはウドジェですね。ウドジェ
ウドジェ値段は1万コインぐらいで買うことできますね。逆足以外は、うん、結構いいなと。本当オーベル82とは思えない、いい力を感じますね。やっぱまあでかいので、こちらもやっぱりフィジカルとか守備能力以上に強さを感じる選手にはなりますね。またパスもね、むっちゃ下手ではないんで、うん、そこでこうサイドの選手へのスルーパスとかも通してくれる瞬間はねありますね。でドリブルもまあある程度運んでいけるし、スピードもね、速いし、あとは懸念ですよね。やっぱりこうスパーズっていう風なことでファンデフェンとか、まあ、ビカーリオとかソン・フンミンとかとね合わせれますので、ケミ合う人は多いんじゃないかなと思いますね。でそして続いてはヨナタン・ターですね。ター値段は6000コインぐらいで買うことできますね。この人もですね、ペース、特に加速はちょっと遅めになるんですけれども、まあそれでもですね、長距離のスプリントっていうのは、うん、全然速さちょっと感じますし、あと守備能力ですよね。後ろからほんとゴリッと取り切るっていう力もありますので、なかなかいいセンターバックですね。だからまあペースがもうちょっと速くなればもっとメタになるんじゃないかなってのは思いましたけれども、それでも、うん、1万コイン以内で買えるんだったらこの人も全然ありで、まあプレイスタイルの不足感をね感じないような、うん、守備もね見せてくれますので、たまに、まあ全然ありだと思いますね。でそして続いてはコナテですね。コナテ値段は1万9000コインぐらいで買うことできます。まあ2万弱ぐらいですかね。使ってる人もね多いし、相手にいること多いんですけど、むっちゃ強いね本当に。もうそれこそダイク、サリバ、コナテとかの3バックいたんですけども、ダイクとサリバとあんまなんか試合中は変わらへんみたいな取り感をね見せつけられましたね。かなりで2万以内の中では本当にトップクラスにねいいんじゃないかなと思いますし、経験ですよね。フランス人でリバプール、プレミアっていうのも合わせやすいので、まあ、ドリブルこそそこまでね軽くはなかったり、ビルドアップに若干の不安はねあるんですけれども、まあそれでも本当守備能力に関しては本物なので、めちゃくちゃねおすすめのセンターバックになってますね。でそして続いてはロルフォですね。ロルフォ値段は1万8000コインぐらいで買うことできますね。やはり逆足号はね素晴らしいし、やっぱ取った後両足でしっかりパスつなげるっていうのが素晴らしいですね。ただ守備もね、まあ、全然いいんですよ。フィジカルもね強いし、だけどやっぱその後のビルドアップ能力がありがたいなって思う、そんな選手になってますね。でペースもね82だけど別にそんな遅くはないし、普通にねやれるサイドバックになってますね。個人的に CM とかにはもう置けなくなってるんで、多分 LB 起用が一番いいかな。ウイングだったらもうちょっとやっぱいい選手はいてしまうんで、そのウイングと絡むような LB 選手っていう風な立ち位置で使ってあげるのが、うん、いいんじゃないかなと思いますね。でそして続いてはマルキーニョスですね。マルキーニョス値段はですね2万3000コインぐらいかなで買うことできますね。まあメタセンターバックですね。この人は普通に強いなっていう、それこそケミが合えばですね、うん、使ってあげたい、そんな選手になりますね。パリサンジェルマンがねやっぱバペとかがいなくなっちゃったんで、バルコラとかがね強くなればマルキーニョスも使われるようになるんじゃないかと思いますけれども、現状は、うん、リーグワンのスカットがあんまいないなっていう風な印象がありますね。ただまあ使えば本当に強いし、インターセプトのプラスっていうのはすごくありがたいです。で予測とかあるし、ジョッキーとかもねあるんで、まあブロックブルーザーあたり欲しかったですけれども、まあ身長ね低いながらに空中戦もね戦える選手にはなってるし、あとはビルドアップ能力かな。やっぱりこう全てのセンターバック選手の中でもかなりね高い数値、パスとドリブル誇ってますので、取った後事故りにくいっていうのもこの人のね良さだと思いますね。
で、そして続いてはバストーニですね。バストーニ。バストーニ値段は3万コインぐらいで買うことできますね。この人もまあ強いですね。うん。それこそマルキーニョスもね、いいけど、相手に見るのはバストーニの方がちょっと多いような気がしますね。左利きのセンターバックの中では、ほんとトップオブトップかもしれないですね。相当ね、うん、この人にも手をね、焼きましたし、強いなと思わせられる、そんな選手になってます。もちろんですね、守備力っていうのは当然のごとくね、あります。しっかり取り切る力をね、持っていて、ビルドアップ能力も素晴らしいですね。一応ロングパスとか、この的確、これついてるのがね、やっぱありがたいですよね。取った後やっぱどうしてもディフェンダーの選手だとね、パス面が不安になってしまうんですけれども、このプレイスタイルと能力があるおかげで、こうパスが弱くなりにくかったりしますのですごくいい。でもちろんそれプラス守備面ですね、しっかりね、ついてますので本当に強い選手になってます。インテル少し難しいかもしれないけれども使う価値はね、ありますね。こちらがディフェンダー限定のコスパベスト11になります。少しも参考になれば嬉しいです。よければチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。So cold, what did I wrong? Why was the fall?